グラマパラのことか。何日か前に晩ご飯を食べてた時、彼らのうちの一人が道端でキノコや木の根を食べるとか言い出すのを見たがね。他に他はもうないと思う。すまないね。村で失踪した学者たちを見なかったか。わあ、なんて迫力のある目力。話をそうだったね。グラマ、いや、教学者か。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったか。でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれ。お前もおじいちゃんた。おじいちゃん、あれ、イザキちゃんじゃん。それってな実は家を守ってくれたのその人なんだ。この目でちゃんと見てたから間違いないよ。今思い返してみても本当不思議だな。何はともあれ、ずっとあの人や他の人たちの心の中で他人を守る。そっか。ジェバーリおじさん、俺のおじいちゃん見なかった？村でずっとぼーっとしてた人なんだけど。お、イザークか。お前のじいちゃんは、うん、そういや長いこと見てないな。前は道端でぼーっとしてるのをよく見たんだ。嫁からは止められてたが、俺の作った料理を食べてみないかって誘ったこともある。っていうかまあ、俺の嫁はいつも俺に解消なしって文句を言ってくる。気にかけてくれてなんてことないさ。うん。おいおい、なんてこった。もし見つかったら、俺はお前が幼い頃からずっと面倒を見てきたんだ。ここまで来たら半分家族みたいな。いい人だな。今は話す。イザーク、ちょっとここにいてく。俺たちはあっちだ。足音を立てるなよ。あいつらが何の話をしているのか聞こう。聞いたか、俺たちの信じる偉大なる主、キングデシェルト様がもうすぐ復活するらし。もちろんさ、キングデシェルト様はこの土地の主だ。だが、もうすぐ復活するとは聞くが、暮らしには何の変化もない。何か根拠でもあるのか。あんた気づいてないのか、村に送られてきた狂人が普段よりも多かっただろう。デリワーから聞いたんだけどな、キングデシェルト文明が崩壊する直前、地上には狂気に陥った人々が大勢現れた。あの狂った学者たちがいなくなったのも、もしかしたらキングデシェルト様と関連してるんじゃないか。俺が思うに、あいつらはキングデシェルト様復活の生贄になったに違いない。そう言われると確かにそんな感じがしてきたな。当たり前よ、今に見てろよ、シティの奴ら。今の話最初から詳しく教えてもらおうか。ウギ！誰だ？聞こえなかったか？俺はさほど辛抱強くないんだ。もう。おい、
こいつめちゃくちゃ怖いぞ。こいつと言えるの？すいません。その何を聞きたいので。キングデシェレトの復活。そのこっちも人から聞いた話ですけど、ある日酒を飲んでたら誰かがこういう早く全部言えって。本当に本当なんですって。砂漠の民は前から強霊院の奴らにはうんざりしてるんす。もしあんただったらこんな生活を受け入れられます？過激派はこのこと聞いて俺よりも喜んでましたよ。デリワーはキングデシェルト様が復活すれば防災壁の方の土地が攻め落とされるのも時間の問題だって言ってました。キングデシェルト様の下で先行を立てようとみんな。そうか。おい、まだ聞きたいみたいだぞ。もっと言った方がいい。おう、実は俺も酒の席の話なんか信じられないと思ってたんすよ。でも最近ここに来てた驚愕者が大勢失踪したでしょ。噂、俺がその噂について話してたからって手を出すのはおかしいっしょ。だってそれじゃこの地にいる人間はみんな有罪ってことになります。ここの人はみんなキングデシェルトを支持してて。そうし、お前の言った過激派の者はどこにいる？ここ数日は見てませんけど、多分村にはいないと思いますよ。いや、俺たちは嘘なんかついたことがない。聞いたところ過激派はお前たちとあまり仲が深いわけではないようだ。もちろん名前を知ってるってだけだ。いいか、お前らの口を閉ざす方法ならたくさん。おとなしく家に戻り、また互いに連絡を取ろうなどとは決して考えるなよ。この件の調査が完全に終わるまでは軽率な行動を取るな。さもなければキャンディスですらお前たちを守れないだろう。わかりました。さっきはびっくりしたぞ。セノってすっごく怖いんだな。全く否定しないな。すごく慣れてるぞ。いろんな人に言われてきたんじゃないか。聞こえてるぞ。ごめん。マハマトラの仕事と責務とはこういうものだ。さっきの噂は手がかりの一つになるだろう。だがいいだろう。おーい、イザーク。うん、いるよ。お前の祖父の家はどこだ？俺が案内するよ。エルマイト旅団に入って素敵な生活を送ろう。おじいちゃんはいつも一人で、たまにぼーっと空を見てたり指で地面をいじったりしてたんだ。たまに大声で叫び出したりするからみんなおじいちゃんを怖がってた。でも俺はいい人だって知ってる。俺の本当のおじいちゃんみたいな存在なんだ。ここがおじいちゃんが普段住んでる場所だよ。なんか寂しい場所だな。いや、ここ？あ、もしかしてあの匂いか？大丈夫か？頭がくら…俺にすらわからない匂いがわかるのか？前にもこれと同じようなお香の匂いを嗅いでこいつ気絶したんだ。お前たちはティナリを知ってるのか？え？お前も…ああ、精神を集中させると。もしかしてお前もティナリのところで特訓したのか？いや、その必要はない。前にティナリの家でこの匂いを嗅いだのか？森、学者。みんなが
そばに。私についてこいよ。砂漠は。探してる。あった。これを見ろ。何も見えないぞ。かすかな痕跡だ。砂でほとんど隠れているが、おそらく成人男性の足跡だろう。この模様、この辺りでよく見かける靴のようだ。ということは匂いもとても薄くなっているが、まだ残ってる。でも一体誰がおじいちゃんを。それは香を使ってお前の祖父を誘い出したもの。匂いなんかで人を連れ出せるのか。美味しい食べ物が好きで何が悪いんだよ。ああ、そして学者はほとんどが香の匂いを好む。この匂いに釣られたということは、たとえ狂気に陥っていてもなお知識。そんな弱点を利用するなんて。でも噂は本当だった。狂った人をわざわざ連れて行くなんて。あの可能性は少なくないだろう。おじいちゃんを助けて。悪いことなんて絶対してないんだ。こうなったら連れ戻しに行こうぜ。安心しろイザーク。まずはアール村に戻って関係する奴らに報告してやってから人探しに行こう。そうですね。やっぱり色の濃い服の方が綺麗。戻ってきたぞ。キャンディス、新しい報告があるんだ。お帰りなさい。あんたらもう仲良くなったのかよ。デシアもいたのか。それで順調なのか。ああ。ん？アルハイゼンはオイラたちも全然見、うん、村の入り口であいつを見たから。それで収穫はあったのですか。なるほど。
誰かがあるお香を使ってアール村に追放されていた学者を連れ去った。キング・デシェレドの復活？そんなことあんたたちが言ったお香だが、私が知る限りあれは防砂壁の向こう側だけで流行してるやつだ。お香は普通学者の愛用品なんだが、この近くにまともな学者なんてほっちかも。お香はすごく綿密な製法じゃないと作れない。だからこの件はきっと防砂壁の内部からの指示を得てるんだと思うぜ。理にかなっ、いつもならそういう展開になるかもしれないが、さっきこの情報をあんたたちに告げたやつは酒場でその噂を聞いたんだって言ったな。確か過激派の代表はベリワーっていうやつだ。丸めの肉屋エンギル、アバタズラの大豪頭デリワ、そしてヒゲのシャムシールジェバ。こいつらの特徴はみんな金に困ってるってとこだ。暮らしがうまくいってねえやつほどキング・デシェレトを信仰する。やつらにとってキング・デシェレト復活はスメールをめちゃくちゃにすることでしかここの生活を根本的に変えることはできない。やつらはそうやって考えたから過激派になったんだろ。デシアってすごいな。ここハハ傭兵の仕事をやっていく上で情報収集は必要不可欠なのさ。さなら早速。おっと待て、セノ、あんたはアール村に残れ。なぜ？アール村は小さな村だからな。外から来たものはすごく目立つ。すでにあんたらに関する噂が広まってるんだ。砂漠は環境が劣悪で生活も厳しい。防砂壁の向こう側なんかとは比べ物にならない。あんたに比べれば私みたいな傭兵は三流の一兵卒に過ぎないし、戦闘力なんて取るに足らない。人々に話を聞くとき、あ、わかった。よし、なら決まりだな。旅人とパイモンは私と一緒にキャラバン宿駅に来てくれ。うん、行こうぜ。相手を間違えたら天に召せ。みんながそばにいて、おしゃわり禁止。燃えろ、行くぞ。
残した人も契約に従ったのでしょうか。すでによく知ってるみたいだな。いつも防災壁を見るたびに、なんでこの世にこんな高い…そうだな。私も小さい頃は、この高い壁は何のために存在してるのか大人になってから分かったんだ。防災壁は風車だけじゃなくて、私たちみたいなものも阻んでるってことに。スメールは偉大なる賢者たちによって掌握されてる。あいつらにとって砂漠の民なんかはどうでもいい存在で、安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。砂漠の子供はたとえアーカーシャ端末を手に入れ知識申請を出しても、そのほとんどが拒絶される。セタレみてえな100年に一人の天才は別として、普通の子供には全くチャンスがない。たとえ私たちも同じ人間だと、できることならこの手でこの壁をぶち壊したいぜ。おいディシア、いや別に思ってないが、私たちはここで情報を探りに来たんじゃないか。そうだな、あいつらを捕まえに。キャラバン宿駅には人が多い。発言には気をつけろ。私たちの目的を知られちゃダメだ。ここに着いた瞬間から行動が始まったと思え。さあまずは酒場に行こう。私の え、いないのか？ディシアか？奇遇だな。お前も酒を飲みに来たのか？ザキ、よかった。やっとよく知ってる顔に会えたぜ。あ、どうかしたのか？お、隣にいる二人は外国から来た。どうも、俺はザキだ。何回か一緒にさ、礼儀正しい奴らだろ。こんなに友好的で謙虚な。そうだな、防災壁の向こう側の奴らより。近頃エンギルとデリワーとジェバーリを見かけなかったか？ああ見かけたよ、数日前ここで。実は他国との交流取引が手元にあってな、デリワーたちに手伝って。そうだったのか。まったくお前はよく考えてるな。これはあんまり大きな声じゃ言えねえ取引なんだ。みんなキャラバン宿駅で一緒にやってる仲間なんだし、稼げる時は一緒にやるべきだろ。ありがとな、ディシア。デリワーは俺の友達でもある。
着いたのか？ああ。でも誰もいないみたいだが。あいつ。聞くまでもないさ。それはもちろん、お前たちのよ。しまった！待ち伏せだ！ザキ、どういうことだ？おいおい、勘弁してくれよティシア。お前の R 村での言葉が俺たちの耳に届いてないとでも思ったのか。お前がデリュアを探してることも、お前の仲間に強霊院のやつがいることも、お前たちが失踪した驚愕者を調べてることも全部知ってるぜ。どうやら私たちは最初から目をつけられてたみたいだな。そんな、こんなことになるなら、お前ら一番強いやつを村に残したんだろ。今時商売を出しにして情報調査だなんて。するとあんたはデリワーの一味ってことか。ディシア、お前みたいな傭兵は外で仕事することもあるから情報を逃すのも無理はない。俺たちのようにいつも酒場にいる連中は、ま、お前も一つだけ正しいことを言ってたな。俺たちは確かにスメールがめちゃくちゃになるのを望んでるんだ。何しろ俺たちは誰よりもデリワーへの印象からして、正直もしお前が村でやってたことを知らずにさっきの防災壁に対する言葉だけを聞いてたら、俺もお前がデリワー、それにエンギル、あんたもいたのか。久しぶりだな、傭兵の姉ちゃん。知ってるはずだ。俺たちキングデシェレト様の支持者は。ディシア、お前は砂漠の民だからキングデシェレト様が宗神より優れていることを知ってると思う。あんたたちに加わって何のメリットがある？過激派になって関係もない学者をさらうことに加担しろってか。しかも噂がまだ全く実証されてやはり傭兵は信仰心など持ち合わせていないらしい。ただ金で動くだけか。かわいそうに。ネズミと同じだな。ああ、確かに傭兵は金しか見ない。雇い主こそ私が唯一信仰するものだ。利益たわごとやっちまえ。
思ってた通りだったな。旅人、行くぜ。バカな。自分が情報通だとでも思ってたのか、ザキ。さっきこう言ってたよな。よ、きっとあんたに情報を告げたやつは私のことを取るに足らない雑魚だとでも言ったんだろう。何せもちろんあんたはそれを信じる。ほとんど酒場にしかいないあんたたちは私が傭兵であることしか知らず、実際に現場にいる姿は見たことがない。たとえ私たちが魔物退治に行った話を聞いても、きっと主な功績者はキャンディスで、他のものはお飾りだとでも思ってたんだろ。何が狩猟の獅子だ。そんなのハッタリに決まってる。あいつは自分の口で認めたんだ。大方こんな感じか。村に俺たちの仲間がいることを知ってて、わざと偽の情報を流したのか。相変わらず頭が悪いな、ザキ。前に酒を飲んだ時にも思ったが、あんたら見た。よし。おお、ディシア、お前はある。準備なしで終わる仕事なんかないさ。私はただあんたたちが外で調査してる間、でもそいつらを捕まえるんじゃなく、情報を流した二人はあくまでも手下に過ぎない。村長の家で言ったすごい迫力の名前のことか。あれは全部酒場で聞いた冗談さ。こいつら酒を飲むときはいつも自慢話をしてるんだ。だから自称丸目の肉屋エンギルに、自称アバタズラの大豪とデリワといった人には、酔い始めると本音を喋るタイプがいる。エンギルとデリワはいつもキングデシェレトが優れてるみてえなことを口にしてたのさ。ザキはどうなんだ。自分から釣られたただのバカだよ。ザキは奴らの中でも一番見つかりにくい位置にいたんだ。元の計画では先にデリワーを見つけてからザキを探す予定だった。さっき村長の家で聞きたかったのはこれか。ジェバーリはあんたたちが声をかけた村人の一人。あいつも過激派だったの。いや、あいつは違う。わざと間違った名前を出して、私が過去の印象から推測しているに過ぎないってあいつらに誤解させようとしたんだ。ディシアって本当にいろんな手段を持ってるんだな。ちょっとしたコツに過ぎないさ。それで言ってたことは全部本当なのか。うん。傭兵はお金しか見てなくて気になるのか。どうして。ディシアも他の砂漠の民みたいに送信が嫌いなのか。あんたたちは本当に鋭いな。だが私は何も他の砂漠の民のように、私はドニアザードお嬢様からクラクサナリデビについて、お嬢様はただの一般人に過ぎない。そんな一般人のために何度も行動するなんて、本当に人を愛する心がなくちゃできないだろうさ。それに最近起こってるいろんなことを見て、全ての元凶は強霊院の賢者だと思うようになった。あいつらのように悪さを何もしてない奴に矛先を向けるようなことは。ディシア。さて、ここでの件はこれで終わりだ。襲ってきた連中はこれで全部だ。あとはあんたに任せるぜ。わかりました。キャンディス、
キャンディスなら問題ないさ。信じて待てばいい。それにこいつは長年アール村を守ってきたんだ。私が結論を得るまで皆さんはどうぞ近くでお暇つぶしでも。旅人、明日の朝またここで集合しよう。こいつら明日まで生きてられるといいんだがな。時間ぴったりだな。もうじき終わるはずだ。前から聞きたかったんだけど、リシアってキャンディスをよく知ってるよな。昔からの友達なのか？だいぶ長い付き合いだ。キャンディスはすごく面白いやつで。オイラ知ってるぜ。こういうのリーユエでは部徳があるって言うんだ。ああ、確かにそうとも言えるな。強い信念があるからこそ、毎日をただ生きてるだけの私たち傭兵とは、全く。オイラはディシアもいいと思うぞ。そうか。ありがとな。セナもいたのか。ああ。昨日も来てちょっと手伝ったんだ。手伝い？何をやったんだ？拷問の手法を少しばかり教育。それって、キャンディスにどうやって拷問するか教えた？そうだ。皆さん、お入りください。部屋に入ろう。隠しきれていませんでした。知ってるか、殺意ってのは目を隠しても口元から漏れ出すものなんだぜ。私もまだまだ修行が足りませんね。しかし私が怒るのも当然のことです。分かってる。もうぶたないでくれ。死んじまう。セノの教えが良かったみたいだな。自分は死を恐れるのに、平気で他人を危ない状況にさらしたというのですか？あなたたちの言う驚愕者は、アール村ではグラマパラと呼ばれています。彼らはアール村の一部であり、かつその重要な村人をあなたたちは道具として利用した。私は、あなたたちをどうすればいいのかしら。おやめください。自業自得だな。同じ砂漠の民ではありますが、私はあなたたちよりもこの道理を知っています。キング・デシェレトの復活は、本当の神が誰で、全てを仕切っているのが誰か、そんなことここに住む者たちは気にし、戦争は人々から全てを奪い去ります。そしてそれは到底す、わかりました。知っていることを全て話します。どうかお許しを。言いなさい。信じていただけないかもしれませんが、それでも言わせてください。俺たちは決して自発的にこれをやろうとしたわけじゃあります。その謎の人物は、驚愕者がキング・デシェレト様復活の最適な生贄であると言いました。彼らのことはグラマパラと呼べ。二度と間違った呼び名を聞かせるな。はい。その謎の人物は俺たちにキング・デシェレト様復活の知らせを流し、手伝うよう言ってきたんです。見返りとして。わかりません。1。え？俺の忍耐がすり減った数だ。3つ数え。お待ちよ。嘘はついてい。2。
彼が俺たちに毎晩お香であの人たちを誘い出すよう言ってきたんです。そして村を出たら決まった時点で引き渡す。そうすれば謎の人物が彼らを連れ去るって。本当です、全部本当なんです。確かに本音のようだ。旅人、続けていい。信じてください。もしそいつを知ってるならさっきの時点でとっくに話してました。そいつはいつもマントを羽織っていて顔も厳重に。みんな、私に一つ推測がある。アンプおじさん。お見事。続けろ。その謎の人物、もしかすると強霊院のものかもしれない。昔強霊院の人がここに住むグラマパラたちを連れて行こうとしたことがあるんだ。その時はグラマパラも村の一員であることを理由に断った。でも今思い出してみると、さっき出てきた謎の人物と目…そう言われてみれば確かに強霊院のやつが偽の情報を流し、自分勝手に人をこっちに送り込んでまた連れ戻そうだなんて。あい、また強霊院か。やっぱりか。でもあいつらは一体何のために。強霊院は昔から人を道具としてしか見ていない。動きにこういう変化があったのは、とにかく今はグラマパラたちを探し出すのが最優先だ。そうですね、そろそろ行こう。ああ、少し片付けをしてから出発。よし、キャンディスは残ってこの過激派たちの処理をしてくれ。村、はい。じゃあ後でここに集合しようぜ。ご飯を食べに行こうぜ。ノア、どこから出てきた。見ての通り、ここに座って推理して。ずっと姿が見えないと思ってたら急にここで考え込んでるなんておかしい。おい、聞く前に頭を使っていなかったようだから考える時間をやってるんだ。お前なーも頭きたぞ。絶対、これといった特徴がないからつけるのが難しいんだよな。君たちは最初から最後まで俺が村から離れたなどとは聞いて。話を戻そう。君たちは、おう、ここにいてもこれ以上手がかりはなさそうだし。なんでまた黙り込むんだよ。いや、君たちのもう一人の同行者に驚いたの。アルハイゼン、アール村に来てから何の役にも立たなかったお前が。そうだそうだ、これが冷やかしってやつか。君たちが調査をしている間に俺も自分。本当か、信じられないぜ。正直言って俺たちは一つの団体とはいえ、さらに分かれて動いたおかげで君たちが見逃した重要。え、村に。そうだ。どんな内容なんだ。これからある人に会わせに行く。だがその前に、立場？アール村の人々は俺たちが今やっている。言葉を変えよう。君たちが調査で得た情報は果たして全て真実だったのだろうか。それって隠蔽イコール欺瞞というわけではない。キャンディスの言っていた通り、アール村の人々はスメールが誰によって掌握されるかなど気にしてはいない。皆自らの災難の中に生きているんだ。だから彼らは全ての情報をさらけ出すようなことはしない。これこそ
君たちが村に手がかりがないと思ってしまった要因だろう。気づいてくれたようで何よりだ。君と話をした者の中に情報を意図的に隠した者がいる。実際彼女は終始君たち外部の者の一挙一動に注意を向けて、なぜなら安定した暮らしを送りたい者にとって外的要素は変数となりうるからだ。わあ、なんて迫力な。話をそらす。彼女はセノの身分と武力に押す。そうだったね。わざと言い換えたのは、村にキングデシェレトの忠実な支持者がいることを知っているからだ。グラマパラに親しげな言い方をすれば、過激派のターゲットにされやすくなる恐れがある。最後にあの人たちを見たのは5日くらい前だったかも。私覚えているか。自分が夜の状況を知らないことを。彼女でもあの人たちのことは結構好きだよ。精神状態はちょっと変かもしれないけど。これについてはすでに村長に確認を取っているんだが、彼女の言ったグラマパラがアール村を守った件は、でも外部から来た者と関われば何かしら狙われる可能性が出てきてしまう。待て、俺は行かない。今の話からすると彼女は俺を恐れているようだ。おう、任せとけ。はっ。シャニさん、前に言っていた通り助っ人を連れてきた。アルハイゼンさん、あなたの立場はもう分かったよ。どういう意味だ。直接聞けば答えが返ってくる。さあ、彼女の。そんなに簡単に行くもんかよ。ねえ、旅人さんって呼んでもいい？旅人さん、こんにちは。あなたはキングデシェレトの復活がスメールに転機をもたらすと思う？どうして？あなたの意見はキャンディスさんとすごく似てるね。あなたたちが友達、昔だったらこんな質問は怖くて。旅人さん、あなたはスメールでの私たちの生活。そうだな、オイラたちは他の国から来たし、あんまでもオイラたちはいろんな場所でいろんな人にたくさん会って、スメールにだってオイラたちの友達はいるんだぜ。それに、はあ、私あなたたちの話をし、ごめんね、尋問みたいな言い方しちゃって。正直あなたたちが私のところに情報を聞きに来るとは。アルハイゼンもお前に事情がある。本当のことを言うと、私実は砂漠の民とそうじゃない人とのハーフな。送信を信じる人もいれば、キングデシェレトを信じる人もいる。そういえば過激派のやつら裏切り者が嫌いだって言ってたよ。そうだよ、血統と信仰は時にとても窮屈な概念になる。私が何を言おうとそれが積み重なって、やがて私は何も言わないようになった。でもその後不幸な出来事が起こった。こんな私を助けてくれたくら。彼らになら告げても構わないだろう。この二人なら秘密を。わかった。じゃあ、ある、実は私の耳は普通の人よりも良くて。うえ、それもあるかも。私にもよくわからないけど、前は鳴き声がすごくて頻度も多かったけど、あなたたちが村に来てからは声が小さくな。それについては村の宿直にも確認した。彼らの中にも耳がいい者がいて、そのような声を聞いたことがあるらしい。だがここは砂漠だ。幽霊というより彼は獣の方向する声だと考えていたようだ。この近くで思い当たる場所はないけど、あそこではマリン病の治療を行っていたようだ。すでに敗因と。
全力攻撃。次の仕事は。試させてもらうよ。まったく風情に欠ける。よっ、ついていきます。ここか。完全に廃れてるし、ボロボロだ。ほとんど砂しかないぞ。誰もいない病院。失踪。Oh, no, no!
より平気だったな。めちゃくちゃ強い盗賊とか、家よりもでっかい敵が空から降ってくる。あいつ真面目だな。オイラたちも負けちゃいられない。これか。わお。うわあ。入って確かめよう。アルハイゼン、ここには何もなかったぞ。急ぐ必要はない。シャニは夜に鳴き声を聞いたと言っていた。それまで。少しばかり休む。こいつ当たり前のように座り込んだぞ。何読んでるんだ。オイラにも見せてくれよ。いいだろう。あるべき場所と強制運動に相対する自然運動。それぞれ向かう位置はすべて自然な傾向。どうしてそうぎこちなく読む。オイラ諦めたぜ。ゆっくり読んでくれ。じゃあな。あいつって本当に余裕なんだな。こんなところであんな難しい本を読み始めるなんて。おい、オイラはお前のテイワットガイドだろ。すっごく博識なんだぞ。スメール人の読む本が難しすぎるんだ。オイラの問題じゃない。おいら寝ちゃいそうだぞ。何の音だ。来たか。あちらの方向からだ。音の出どころはここなのか。でも何もない。下だ。でもどうやら仕掛けがあるようだな。やはり建物に。うわあ、病院の下にまだ他にも。解いて。次の仕事は。いつでも出発できる。
絶対に足は引っ。よっ、それ。みんながそばにいる。
みんながそばに。これならどうだ。なかなかだ。ここであんたを潰す。悪くない。禁止。燃えろ。天に召せ。よし、出発だ。
害者禁止。値段で売れそうだ。
を。全く喋れないみたいだぞ。あたりにはこいつしかいないの。まさかこんな、この人の名はラザック。俺、こいつも学者だったのか。森でおかしな修行をする人たちと同じなのか。いや、そこが問題。ラザックは他の学者とは違い、一度も森で修行なんかしたことがないはずだ。原因はともかく、こいつが相手はすでに人員を撤退させたらしい。ラザックについては、地面に引きずった痕跡があるな。門に近い場所ほど溝が深くなっている。つまり、もしかして乗ってたのって。その可能性は否定できない。追いつかれることを恐れ急いで離れたのか。完全に噛み合った。彼、以前オルモス港で見たことを。この状態になった人間を、あ、そう言われて。そうだ、強霊員こそ奴らの行動ロジックを推測する。当初強霊員はキングデシレト復活の偽情報を流し、グラマパラ、つまりアール村に追放された驚愕者が。このことは各地の過激派への刺激となった。そのうちアール村にいた者たちは直ちに行動を開始し、密かに驚愕者たちの身が。奴らがこのデマを流した理由、その一つはできる限り多くの過激派を動員するため。キングデシレトが没してから多くの年月が経った今、砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの、そしてこれらの感情的な人々を利用することは暴れ馬を野に放つことと同じ。たとえ事故が起きても罪に問われるのはキングデシレトの信徒のみ。表面上はただの信仰問題が引き起こした問題であり、裏を覗き見ようとしたところで誰も強霊院がやったなどとは思わない。とてもシンプルな方法ではあるが。なるほど、確かにそうだったのか。納得だ。でももう一つ大きな疑問があるんだ。学者たちをアール村に送り込んだのって強霊院なんだろ。この過程において変化しているものがある。最初は学者、次に強者、さらには追放者となり、最後は失踪者となる。追放された驚愕者は人間であることに変わりないが、失踪者となると特定の人物を見つけられない場合、その人の身に何が起こったのかを。資源？一つの可能性として、失踪者の頭脳は。え？あれって人の脳みそから抽出したものだったのか。スメール強霊院の技術なら、もしかするとこれが原因で彼らは苦痛を感じ、夜中に誰もいない場所で泣いて。人の脳みそ、俺はこれでも強霊院の書記官だ。そういった研究プロジェクトにも。とにかくラザックの症状は神の缶詰知識を抽出する過程で何らかのエラーが起こった結果のものかもしれない。または彼自身が好奇心に駆られて。おいら分からなくなってきた。その表情からして思いついたようだな。いかにも一部の学者にとって神の知識に触れることは生涯の目標だ。俺が知りたいのは、神に関する知識が強霊院がいかなる代償を払ってでも追い求めようとしている禁忌とも呼べ。俺も神の缶詰知識の内容分析にはかなりの労力を費やしたが。アルハイゼン、お前はその禁忌を手に入れたいとは思う。学者なら誰でも知識の限界を追求しようとするのは当然の。人を命なき者のように扱い知識を搾取する。
これが奴らの言う学術の進展なら、教令院は。お前はこのことにすごく。当然だ。これは俺の学術、知識。その全てには境界線がある。これを超えると、これは本にある誤字と同じで、正さなければ。待てよ。お前は、あの人たちはかわいそう。悪いが、それほど俺は暇じゃない。かわいそうな人間なら、スメールには5万といる。ましてや。それは無理。そう思ってくれていい。簡潔に言えば、俺は力や英雄主義を申し、神の缶詰知識は、確かに俺が徹底的に調べたい問題だ。さっきから言いたかったんだけど、教練員にいっぱいいる悪。そうかもし、だが、人と違って特別であることも。なんだか、すごく前向きなんだな。ちょっと感心したぞ。ただ、俺の気質が彼女よりも優れていただけだ。君が気にする必要はない。ここに残せば、それこそ行く先は死のみだ。まずはアール村に戻り。お疲れ様です。お水をどうぞ。状況は？あら、この方は。残念だが、こいつはイザークの祖父には若すぎるな。だが、つまりあの放棄されたマリン病の病院は、かつて教練員が神の缶詰知識抽出の。大体そういうことだな。この計画は俺たちがアール村へ来る前にすでにあったものだろう。何せ、それなのに。俺たちがアール村に近づいた途端、奴らはまるで、俺。確かに。こういう状況の時は、大体あれがいるものです。我々の中の誰かが、相手と連絡を取っていたか。え？オイラたちの。どうやら。君たちはまだ問題に気づかないらしい。セノン、彼らが俺たちの行動を予測できたのは、君がいたからだ。おい、それってどういう。発言には気をつけろ。さもなければ、容赦しない。合理的な推測に過ぎない。つまり、
瀬野さんが内通者であると面白いですね。私はあなた、その見方も一理あるが、さっき病院から戻る途中、あることを思い出したんだ。何が言いたいんだ。君は自分が何者か忘れたのか、大マハマトラ。君は教令院のマハマトラで、いつも多くの情報を握っていた。誰が何をしたか、言い換えれば、教令院はずっと君に特殊な情報ルートを提供していたんだろう。奴らのこれまでのやり方から見て、君を警戒しないとでも思うか。凶悪な狼を飼うときは、おのずと噛まれない方法も。教令員は、俺の行動を監視していたのか。それほど簡単な話じゃない。教令員は、スメールの全てを監視している。一定の期間ごとに、人々は、ジュニアーナガルバの日を迎える。この日、教令員は缶詰知識を通して、アーカー社に情報を入力するんだ。ある時、俺は捜査隊で分厚いノートを見つけた。その内容は、大マハマトラ・セノの行動報告から。つまり、教令員は、俺の情報をアーカー社に入れていたのか。だが、そんなことをして何の意味がある。アーカー社は演算ができる。アーカー社の演算能力をもってすれば、入力されたデータをもとに、君の行動を完全に予測できる。いつ出発し、どのルートでどこへ行くか、一目瞭然だろう。俺の行動が。教令員はとっくの昔から君を警戒していたんだよ。まあ、君が教令員を辞職したところを見ると、奴らの判断もあながち間違いではなかったと言える。そうだったのですね。まっすぐに規則を貫く瀬野さんは、彼らにとってはかえって目の上のタンコブだったということですか。彼らには強固な意志も忠実な信仰心も無用なのでしょう。臨機応変にただ利益を追い求める。瀬野さん、あまりお気になさらず。これは逆に、俺のせいだ。奴らは事前に。そんなに自分を責めるなよ。こんなことがわかるやつなんていない。や、こうなれば奴らの向かった場所にも想像がつく。お、立ち直りが。安全地帯は常に危険と危険の間に隠されているものだ。そうか、オイラもわかった。あいつらがセノを避けたいんなら一番あったな。奴らからすれば俺の行動ルートとは逆の方向に逃げればいいだけだ。すぐに出よう。俺もまだ調査しなければならないことがある。みんな一緒に行こうぜ。待って、俺も行く。イザーク、あなたも行くの？おじいちゃんを探し出すんだ。大丈夫。皆さん、どうかイザークのこと。よし、じゃあ。でもなんか一人。村を離れてからは砂漠を通り抜けです。あのさ、俺砂漠には詳しいんだ。お前はここの住民だもんな。よく遊びに来てたの。
におじいちゃんが砂漠で迷子になった時も俺が連れて帰ったんだ。ここに何かある。これは埋もれている。ずっとここまで走ってきたのも体力仕事だと思うんだけどな。ごめん。それで掘り返すのか。結構深いところに埋まってるみたいだぞ。コロハ編は教令員が開発した装置で、本来は頭グラマパラは一人ではない。彼らを移送していた一行はここを通った。分かれて捜索しよう。ここにはまだ何か。これか。なんだかこれこそ神の完全装置が砂の中に。普通じゃない。おそらく襲撃にあった。え、おじいちゃんどうか無事で。心配するな。廃病院に残っていたラザックが脱水症状や栄養失調になっている様子はなかった。まだ追いつけるはずだ。それからこの襲撃は砂嵐。その証拠に装置が完全に砂に埋もれている。引き続き追うぞ。まだ相当遠くへは。그럼여기만안나몇살잡더라でも砂漠で走るのって結構疲れるよな。パイモンは空を飛んでるでしょ。それなのに疲れるの。もちろん疲れるぞ。これ以上近づくな。気づかれる。リシアとエルマイト旅団か。面白い。
何を…もっと早くに教えてくれたら、私たちだって…お前は仲間だ。俺たちは学者、私の方が詳しい。わ…どうして、ティシアお姉ちゃん、ティシアお姉ちゃん、おいバカ、何やっ…ん、おじいちゃんを連れ戻してくれるって言ってたじゃないか。なのに…ああ、アル村を裏切ったのか。これはこれは、デシア、こいつらと組むより俺の仲間になった方がいいぜ。お前も…私がそんな言葉で打たれるような人間じゃない。どういうことなんだよ、デシア。お前は…あんたバカか。まあいい、誰の味方だろうが、キングデシレト様を呼び覚ます異形のさ…目を覚ませ。そんなことが起きないってのは、私以上に知ってるはずだろ。俺は砂漠の民、キングデシレト様の支持者だ。この両手を血にす…なあ、今からでも遅くない。あいつらを解放するんだ。あのグラマ、いや、驚愕者たちは…分かってないな、愛しきレディよ。信仰の追求は我々の生涯の望みだ。そのせいで教令員に目をつけられてもいいのか。これを理由に。いい、俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。太陽も月も輝きを失い、大地は引き、あいつら学者がいれば、甘すぎる。あんたらの勢力だけで、スメール、私の話が信じられないなら、そこの二人に聞いてみな。所詮ご主人様に付き従う犬っころだろ、卑劣な裏切り者が。お前らの神はキングデシェルト様を裏切り、道義を売りは…すごい敵意だな。会話が成り立たない。どうやらこの学者たちだけで教令員と交渉できるとでも。こいつらでは交渉材料にはならないよ。だが俺、教令員の捨て駒であるあいつらに対し、俺は教令員の現書記官。おいおい、マジかよ。おい、人質…そうだ、まだ賢明な判断ができるなら。何考えてるんだよ。もしあいつらがお前を殺…うん、それも運というものだ。シンプルパデルンジェラス。それに俺もこの機会に彼が手にしている学者たちに接触し、真相を突き止められるかもしれない。そんな曖昧な自信で俺を説得できるとでも。これは説得じゃない。ただこのやり方で原初期間が何のため。砂漠で生きる者は何も全員がキングデシェレトを信仰しているわけじゃないだろう。さも知った風な口を聞くな。教令院にいる者は全て、いや、防災壁の向こうの人間は全てこうだ。俺は言っ…待て、アルハイゼン、あんたは今の言葉に…俺は価値のない保証な…じゃあこの選択が危険…そうだ。よし、ラフマン、私の話を聞いてくれ。昔からの知り合いだ。お、私はこの右腕を担保にしても構わない。根性を見せろ、ラフマン。教令員と敵対。狩猟の獅子の腕だと。だがお前が約束を破ったらどうなる。デシア、俺たち傭兵は皆頭がいいぞ。頭の悪い奴らは。確かにその通りだ。だが今は違う。私にはやらなきゃいけないことがある。ふん。ならば俺の言う通りにしろ。右腕を残し、お前、ダメだぞ。こんなの交渉じゃなくて、ただの意地悪じゃなく。構わない。お前までおかしくなっちゃった。命を救う方がよほど大事なことだ。この腕一本でたくさんの命が救えるの。いいだろう。おい、こいつの右。わお、メン。やめて、ディシア、どうするんだよ。早く方法を考えろって。
そこまでする必要はない。それはあんたたちの決める。やれ。デシア、逃げろ。チストップだ。どうした？なぜ止める？狩猟の獅子も砂漠の民だ。お前の腕をカットすることは俺自身。お前の決心はしかと見届けた。いいだろう。お前の友人を連れて明日の昼砂漠まで会いに来い。やっぱり最後にはやめてくれたか。ディシアお姉ちゃん、お前おかしいんじゃないのか。どいつもこいつも何考えてんだよ。ん？それなら左手で武器を握ればいいだろう。悪い。こんな状況だし、一踏ん張りしないとって思ってな。次はそのような保証をしなくともいい。俺なら最悪の状況になってもお前が負けることはないだろう。あんたの言葉は信じるよ。だがセノ、たとえ一人の過激派を片付けようが、他の同類が現れる。お前のしたいようにする。あのね、裏切り者だなんて疑っちゃって。いいんだ。あんたのおじいちゃんを助けるって約束したか。これほど過激な性格だとは。は？本気で言ってんのか？エルマイト旅団の奴らも俺を狂人だと言ったことがある。もしかすると。なんだか、私を褒めてるように見せかけて、ただ自慢してるだけのような。ま、突っ立ってないで村に戻ろうぜ。明日の昼は、またでかい騒ぎが私たちを待ってる。
ールクエスト何もなんない傭兵としてのモットー。簡単な話さ。より多く。出したやつのため仕事をするんだ。
次の仕事。うん。綺麗ですね。
予想外の収穫だな。いい天気だ。今ある仕事がもう少し楽だったらもっと良かったんだが。私についてこいよ。砂漠は誰が相手でも手加減してくれないからな。揃ったみたいだな。けどイザーク、本当に一緒に来るのか？遠くから見るだけだから。ディシアお姉ちゃん。わかった。待ってください、ディシア。どうした？昨日無茶な行為をしたと聞きました。はあ、
先陣。風を知れ。風の流れる方へ。揺らぐことなし。霹靂先陣。先陣。わめくがいい。予想外の収穫だな。
いい値段で売れそうだ。俺たちよりも早く着く。オイラが5分二度寝したせいかな。準備はできたか？抜かりない。思ったより人数が少ないな。連れてこい。おじいちゃん
一人だけなんだ。ラフマン、あんたは言ったことを必ず守るやつだと思って。一人と一人の交換だ、というより送信の民のオーダーに応えてやる時点で。ふん。動くな。なんてついてない日な。今砂丘が崩れ、俺には結界が見えていた。俺たちを守っていたのは緑色の草元素力。お前たちが言うように、クラクサナリデビがあの学者の体内に残した元送信か。おじいちゃん、おじいちゃん、周りを見てみろ。ここにはもともと神殿があったのか。流砂が崩れたおかげで地下構造があらわになったんだろう。扉の符号は全てキングデシレト文明のものだ。この建物は歴史が古く、ここは遠い昔に沈んだ。ああ、キングデシレト様の奇跡。おい、なんでこいつまでいるんだよ。一緒に落ちてきたんだろう、しぶといよ。あいつは無事なようだが、こいつらはもうせいぜい頭。今は争ってる場合じゃない。崇高なる恩。まさか入ろうとなんかしてないよな。奇遇だな。俺も入ってみたいと思う。おい、面白いとは思わないか。クラクサナリデビの力が災害から俺たちを守った上、二大神が力を見せつけ合うのも、見届けないのはもったいない。お前、神には興味ないんじゃなかったのかよ。確かに興味はないが、俺にとって神とはより高い形態の。しかし新鮮な物事は探求するに値する。ラフマン、あんたの手下はどうする。ここで寝かせておこう。キングデシェルト様が民に加護を。おじいちゃん、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 なんだ。ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ、廃棄されたようにしか見えなかったのに。そうだな、植物もたくさんあって綺麗だ。
ラフマン殿。俺のこと。他にラフマンというも継承など皮肉にしか聞こえんが、どう理解しようが勝手だが、今はあることについて考えてほしい。この建物はキングデシェレト文明のものだが俺は神の目を何も起こることはないだろう。でも確かに変だな。もし本当にそうだとしたら、みんながそばにいて手加減なしで行け。踊ろう。よっ。よっ。次の仕事は？よっ。
ていきます。よっ。次の仕事は？さすがはキング・デシェルト様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて思ってたのとちょっと違ったぜ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもキングデシェルト様の恩師。Oh, enggak ada peta lagi. Aduh, bisa lari. Wow, man. What the hell is this?待て、あれは何だ。花がいっぱいだ。お、真ん中に何かあるぞ。これは
はキングデシェルト様の記号だ。異物があるな。古代文字で書かれた帳字だ。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なる祭司、その英知はまさに奇跡、賛美と王家に値する。古代キングデシェルト文字が読めるのか。大したことじゃない。全ての若者は卒業前に少なくとも20種類の言語を学んでいるはずだろう。こいつ冗談を言ってるんだよな。やはり何かがおかしい。原子力が濃すぎる。生命を感じる。何かを伝えているのか。これか。分析中。この骸骨には隠された情報。ちょうど墓にキングデシェルト文明の装置があった。この情報をあの装置に送って投影しよう。知識の共有はお前たちの原則に背くんじゃなかったか。確かにそうだ。しかし君がここにいる以上、見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。キングデシェレトがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、それは永遠に世界の病巣となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればキングデシェレトに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに、彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのはなんだ。この骸骨の記憶だ。そんな。マハールッカ・デバータ、先代宗親はキング・デシェレトと敵対関係ではなかったのか。そんなバカなことがあるか。あれが先代宗親なのか。最後すごく小さくなってたぞ。たとえアーカーシャを信じられなくとも、キングデシレトの技術なら信じられるはずだろう。これがキングデシレト祭司の。俺はこんな話聞いたことがない。かつてキングデシレト様の民のうち全ての生存者がアール村に集まった。
俺たちの神が間違キングデシェルト様が死に、俺たちの文明が滅亡へ向かっている。俺たちにとってマハールッカ・デバータは災難時に追い打ちをかけた元凶とも言える存在。人と同じように、いくらなんでも視野が狭すぎる。こんなクレイジーなことなど決して信じなかった。一体どう向き合えばいいというんだ。俺はラフマン、もうそれ以上言わなくていい。なあ、俺と俺の旅団は。おい、大丈夫か。ありがとう、大丈夫だ。しんど。そろそろ行こう。ずっとここにいるわ。戻ったらどうする気だ。お前の言いたいことはわかる。俺は自分の死でか。だが少しタイムだ。簡単には行かないだろ。ああ、だがやらねばならん。私たちはいつ行けばいい。明日だ。その時までに。お前たちの今日、いや、グラマパラはしっかりと送り返そう。敵が賢者だと分かったようだな。ああ、神は人を見捨ててなどいなかった。業を作っ。もう全部分かったみたい。ラフマンは愚かな奴じゃない。砂漠の中で惜しいことに、キング・デシェレトへの信仰心に影響されちまっただけさ。少なくとも。オイラたちも行こうぜ。帰って美味しいもんでも。おい、セナ、行くぞ。そう叫ばずとも。Ah, sayang tinggalin ini tempat yang bagus banget. Coba dulu lah. Ah, bisa foto lagi. Tunggu dekat kamera. Oh,
Di lubang permanen. ラフマン、来たぜ。すべて準備 OK だ。あとで何はともあれ気にするな。ま、今やお前たちと俺の利害は犯人の居場所、今そこへ連れて行こう。こいつらがグラマパラをさらった犯人か。初期か。いくら叫んでも誰も助け、お前たちのせいでオイラたち砂漠で走り回る羽目になったんだぞ。その通りだ。ダイマーマトラ、いやだ、殺してくれ。こいつらお化けを見たみたいな表情でセノを見てるぞ。俺に見つかることなどとっくに覚悟していただろう。違う、俺たちは命令に従っただけなんだ。嫌だ、セノにだけは獣以下かもな。どうか
口を割らないなら構わない。それで上がこんなことをやらせた目的は何だったんだ。それは缶詰知識の抽出だ。とぼけないでくれ。何が聞きたいの？神の缶詰知識を抽出おい、その態度を改めないと本当にやっちゃうぞ。自分たちの首を絞めたいのか。ああ、あ、それ比喩とかじゃなくて。どうして。もう隠しても無駄だ。ああ、その通り。教令院では世界をも変える偉大なる計画を実施している。表向きは栄えているように見えるが、マハールッカ・デバータが亡くなってから、それに加え近年は世界中の誇張問題が深刻化している。賢者たちもほとんど全部の方法を試したが。続けろ。その時あるファデュイのメンバーが現れた。教練員の者たちは彼を博士と呼ぶ。博士は昔スメール教練員から追放されていたから、賢者たちは初め見向きもしなかった。だが奴は神を作る気は。これが学術の果てにある。教練員はまず精巧な人形をもとに長い時間をかけて神の躯体を作った。そして過信探査の輪廻を利用して無教を収穫し、アーカー社の出力効率を。博士の助けのもと、最大出力形態のアーカー社は神の心に含まれる力の抽出に成功し、それを神のコアにした。その後新たな神に神の知恵を授けるべきだという定義があった。そのためにしかし、どうやってそれらが本当に神。それは推測に頼るほかなかった。教令員は何年もかけて研究したが、誰もこの不可思議な現象を解き明かせてないんだ。初期間なら地上において誰もわからないのであれば、それは神にしか解けない知識。もう分かっているかもしれないが、教令員は神が誰であるかは気にしない。全知全能の四文字は奴らにとって、一部の生物は双光性という生命現象を持ち、生涯光を求めるという。そして賢者たちはこれもある種の双光性と言えるだろう。仮になら、クラクサナリデビはお前らにとってどんな。彼女は正真正銘存在している神だろう。教令員は一度も彼女を神。当時教令員はクラクサナリデビという新たな知恵の神を探し出した。賢者たちは皆、当時の彼女の知能はそこらの子供とほとんど変わらなかった。そのせいで賢者たちはより一層マハールッカ・デバータが死したことを実感したのさ。それにクラクサナリデビの神の心はアーカー社を動かすために使われている。今の彼女には神の力もなければ並外れた知恵もない。やがて人々は。それが賢者たちの説。よし、ちょっと落ち着こうぜ。みんな、ラフマン、これからグラマパラとアール村に戻るから。ああ、燃えろ。みんながそばに。よっよっ。ついていきます。よっ。なりあったっすなんだ。よっ。ついていきます。
収穫があるのはとてもいいことです。想问了星と深夜udah selesai set chapter nice
ですね。戻ってきたグラマパラたちは全員家に送り届け、世話係をつけています。旅人、お前はどうし、おいおい、なんだか仕事の会話みたいだな。やはりまだ何か隠していたか。自分が経験したこととはいえ、お前の口から言われる、あまりの劇的な展開に息が詰まるところだったぜ。相対すべき問題は思っていたよりも。だが確かにいい機会だ。ラフマンたちも加入したことだし、助っ人は多いほどいいからな。そろそろ計画を決め。なあ、今ある全ての状況は規則をはるかに超えている。皆さん、もう答えは出たのですか？賢者を倒し、神を救う。それが俺たちの最終目標だ。他にも利用できる資源がないか。次の会議で、みんな答えを持ち寄ろうぜ。おう、きっと大丈夫だ。Gila, satu chapter 4 jam lebih. Bisa 2 chapter.